こんにちは、ちゃんめいです。本日の動画は、ドライブしながら喋りましょう。つまりね、旦那が運転してもらってますけれども、実家の方に帰るんで、その道のりの高速の中でも少しでもこう喋れたらいいなと思って撮っております。今ね、9時半です。9時半でようやくね、今高速に乗ったところで撮影始めてます。あ、お、すごい、スカイツリーが見えるところですね。今、お盆もね、終わりまして、高速は結構普通だね。全然混んでる、混んでる感じじゃないね。ね、朝のニュースでも8月も後半で、夏休みも終盤ですみたいなこと言ってましたけどね。だよ、8月が早すぎて。早くない？だってこの間8月になって、わあ、もう夏休みだねみたいなこと言っててさ、もうすぐさ、もう9月だよ。朝一だから肌のノリ、ツヤがいいんじゃないですか、ノリが。ね、皆さんで記憶力いいですか、どうですか。なんかいいですかって、その勉強の記憶とかじゃなくて、こんなことあったよとかさ、めっちゃ覚えてる人いるじゃないですか。なんかあとは人の誕生日めっちゃ覚えてる人とか、あとなんだろう、私より私のことを覚えてる人が、この時こんなことやってたじゃんみたいな、誰々くんっていたよねとかさ、誰々ちゃんってあの時いたよねとかさ、こう言ってたよとかさ、そんなことなんで覚えてんのみたいなさ、小中高ってさ、ほぼほぼ覚えてないわけ。違う、学生時代とかはもう10代の記憶なんてもうないわよ、本当に。いや、みんなこうなんじゃないの。そんな人間の脳でさ、必要ないことってこう処理されて、どんどんさ、やっぱキャパオーバーじゃないけどさ、なくなっていくものじゃないですか、人間の脳って。いや、この間テレビでやってたの、自分を取られてる。何に今にキャパを取られてるんだよ。今この瞬間、生きることに全ての能力を使ってるから、もう1週間前のこととかもどんどん なくなってるわけ。頭からこぼれ落ちてるわけ、記憶が。衝撃的なとか、めっちゃ嬉しかったこととか、まあ思い出としてはさ、点々であるけど、鮮明に覚えてる人とかたまにいるけど、さすがにないね、そういうのは。すごい喋るじゃんこの人。はい、記憶の話はこんなもんですよ、とりあえず。もう私は声優ユーザーなん で、基本的にはもう2週間に1回のペースで声優ネットスーパーで基本的に買いだめ買うので、ここ何年かは重い荷物を持ってもう汗かきながら帰ってくるっていうことがもうなくなりましたね。ネットスーパー、皆さんおすすめですよ。はい、私免許は持ってます。免許持ってるんですけど、もうペーパードライバーでゴールドっていう感じなんですけど、もう高速道路は1回も運転したことない。免許取ってドライブっていうか、なんか遠出したことなくて、地元の本当にこう買い物とか、なんか送り迎えとかしかやったことないから、なんかもう交通ルールとかがちょっとあやふやになってるし、しかも東京だと細い道、住宅街とか
あったり、一方通行しかない道いっぱいあるじゃないですか。あと4車線とかさ、3車線とかになるとさ、分かんなくなっちゃうので、あの車の種類にもさ、乗用車っていうの、大きいやつ無理なんだよね、怖くて。私の中のさ、乗用車と軽の違いっていうのが、フロント、この前のさ、ところがさ、乗用車ってさ、鼻、人間の鼻でいうとさ、こう出てるじゃないですか、ワンと、ね、新幹線みたいにワンと。だけど軽ってさ、結構鼻がない。私が最初乗った車が悪かったんだよ、多分実家の。なんかその 車間距離とかさ、今あるじゃないですか。このフロントがもうない、すぐ道路っていうか、すぐ見えるところ、車なんて言うんだろう、あれミニバンっていう、そういう系の、なんつうの、それに慣れちゃってるんですよ。だから普通の車ってさ、その鼻が長いじゃないですか、このフロントの部分が、ここの。だからなんかね、分かんないのよ、車間距離って。すごい下手くそなの。あと周りが止められるんですよ、やめてって、やめた方がいいよって。運転が荒いんですよ、まあ、これも田舎独特なのかな、なんかなんかさ、スピードはまあ出してしまうじゃないですか、ね、しょうがないのよ、運転が荒いのは、田舎独特。でも言われて入ったね、早い。今ね、モリアのサービスエリアに着きます。よし、モリアのサービスエリアだよ。うまそう。皆さん、茨城行ったらこのそぼろ納豆食べてください。切り干し大根が入っててめっちゃ美味しいので、おすすめでございます、ね、わら納豆、まあ、美味しいんですけど、ちょっと食べづらいね、わらは。すごい、いっぱいありますね。続きを開始でございます。いや、他、いや今日本当にリアルタイムでさ、あのニュースでガソリンが高い、200円超えだみたいなの言ったけど、さっきのエネオスは199円でしたね。ニュースの言ってたことそのまんまさ言うとさ、5月まで160円だったのがさ、今200円でさ、全然違うよっていう話を、乗り物酔いが私結構三半規管が弱くて、基本車運転荒い人のやつダメで、自分の運転で酔うんですよ、運転手なのに本当に。で、私の運転ですごい昔に弟を助手席に乗せて、で基本酔ったことない人だったけど、私が運転したらもう初めて、人生で初めて気持ち悪くなったっつって車酔いしたって言って、それぐらいなんか下手くそっていうかダメなんですよ。で、船ダメ。そう、沖縄の行った時にスキューバダイビングやって、そのスキューバするポイントまで船で行くけど、もうゲロゲロ3回ぐらいリバースしたかな。と、あと飛行機ダメ。飛行機の G がかかる、その離陸と着陸の時、なんか乗っちゃって安定したら全然大丈夫だけど、その前後がこうゲロゲロだから、もうずっと離陸します着陸しますのアナウンスが流れた時、もうずっと下向いて、ずっとこうスッとこう何にも周り見ない、もう何もこうずっとおとなしくしてるっていうのは絶対飛行機ではそうだし、電車はまあかろうじてそんな大丈夫だったんだけど、なんかめっちゃ揺れる電車、小田急やばい、
マジで売れないあれ、なんか小田急さ、私に合わなかったんだよね、うん、いろんな線、まあ東京だとね、まあ、あるけど乗り継ぎで、自分に運転が自分に合わない電車ってない？通勤とかで、まあ、通ってるか毎日乗るじゃないですか。もうなんか気持ち悪くなりながら行きと帰り通ってたね、何年間も。食べるってハリボーコーラ味って珍しいね。食べてた。ハリボー硬いんだ。あとなんか1個ぐらい話題を喋ったら終わりにしましょうか。ディズニーランドのさ、料金が10月に上がるんだって。平日とか土日祝日って料金が、まあ、変わるんだけど、それでマックス一番高い料金が1万900円なんだって。って一番安いのが7900円だから。私たちのさ、学生時代の時さ、なんかまあ確かの記憶じゃないと思うんだけど、記憶が確か5000円前後で行けた気がしたのよ。5、6000円だよ。5、6000円ぐらい。だってさ、学生でさ、結構行きやすい価格、行きやすいとか、まあちょっと頑張って行ける価格だったからさ、そんななんか1000円ぐらいだったと思うんだよね。それがさ、今もうそう7000円とかさ、8000円近いじゃないですか。前とかさ、今日行っちゃおうぜとかさ、1万超えはきつい。普通になんかもう気軽さがなくなっちゃったなって思うよね。行ったら行ったら楽しいんだろうけどさね。なんかディズニーの話してたらちょっと行きたくなってきましたね。近々あのディズニーランド行くことに決まりました。何年ぶり？だって行ったのそのさ、友達がダンサーでさ働いてるから、ね、いや結構連続で行ってる。2回ぐらい。コロナ前に。そう、コロナ前か。やっぱじゃあ3年は行ってないね。本当に行ってないね。4、5年行ってないね。4、5年の月日が経ったの。じゃあ最後に行ったのは20代最後後半だ。30になる手前ってこと。それはもうそんな感じですよ、ディズニーは。はい、もうすごいでっかいイオンモールある。どこだろう。でかくない？あ、筑波だって。筑波のどでかいイオンモールだ。なんか知り合い働いてた気がするな。あのディズニーの動画でも撮りましょうかね。その時はその時であのカメラを回させていただきたいと思います。はい、たまにはいいんじゃないでしょうか。こういうドライブ気分を見てもらうっていう動画です。はい、じゃあそのところで今日の動画は以上。またの次回、またの動画でお会いしましょう。またねー。